今回のビジネスフラッシュは、東北青森の地で訪問介護事業を行っている株式会社サンライズを紹介。そして不動産投資のサポートから建物・賃貸管理まで行っている株式会社リップスの代表取締役松田雅美が登場。業界歴26年を誇る松田率いるリップスのこだわりとは。お見逃しなく。地中海クルーズ12日間が169,800円から。宿泊は豪華客船。日常では味わえない驚きと感動があなたを待っています。テルミクラブが厳選してお届けする6月からベストシーズンの地中海クルーズ12日間の旅。飛行機、ホテル、クルーズ内の食事すべてがついて169,800円から。さあ始まりました、ビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。元気だ。はい、元気です。今は私たち元気ですけど、老後の生活についてお二人は、はい、何か計画していることありますか。計画、いや老後の計画はないな。もうずっと働いていきたいと思うから、そっちの計画はちょっと考えるけども、老後な。そうですね、働いてたいっていうぐらいしか、まだ浮かばないけどな。貯金だとかそういうのにしとかなきゃダメだよね。でもきっとお家とか医療とかいろんなことがね、山積みになってくると思うんですが、現実ですから私が一番早いですね。はい、そこで今回ご紹介するのは、医療・介護・調剤薬局を隣接させて高齢者の方々にワンストップで提供しています、こちらの企業様です。ワンストップ、この言葉の意味を皆さんはご存知だろうか。一つの場所で全てのものが揃う、一回で複数の用事が済んでしまうなど、実現すれば私たちにとってとてもありがたい言葉だ。そんな便利なワンストップを高齢者の訪問介護に取り入れている男が東北の地青森にいる。株式会社サンライズ所長滝内秀明。株式会社サンライズは青森県上北郡に施設を構え、独自のサービスで介護が必要な高齢者の生活を支えている。今回はサンライズの特徴である介護事業で実践するワンストップの意味、青森の地で訪問介護を行う難しさから、介護者たちとの触れ合いややりがいまで、所長滝内秀明に詳しく話を聞いた。開業のきっかけはちなみに何だったんですか。はい、ですね、まず青森、はい、特に冬なんか雪とか大変なんですね。そうですね。あと交通の便も悪いので、もう電車、まあうちはないですけど、はいはい、ね、バスも1時間か2時間に1本ぐらいですので、そうか、そうですよ。どこだっけ、宮城、いや岩手県盛岡市です。岩手盛岡か、はい、なのでその介護と医療、うん、あと薬局も含めて、うん、ワンストップで対応できる施設っていうことで目指して開業しました。あ、はい、医療、まあ、薬局もか、はい、そうかそうかそうか、それはありがたいね。施設の特徴はどんなところがありますか。まあ、今言ったようにその、はい、ワンストップでサービスを受けてもらえるということで、利用するご本人さん、あとご家族の方、うん、今すごくありがたいということで、うん、それがまあ特徴ですね。もうそこで全部が賄えちゃう、ね、そうですね、はい、看護師さんが24時間いるっていう施設はたくさんあると思うんですけども、はい、私ども提携するクリニックが隣にありますので、うん、もう医師が24時間待機してますので、訪問診療とかすぐ受け入れ対応していただけるのが、特徴だと思います、はい、安心ですよね。そうですね、はい、さらにサンライズではワンストップ介護の他にも、利用者たちの生活を充実させるべく季節ごとにイベントを行っているらしいが、やはり施設に入ってるともうその生活に慣れちゃって飽きてくると思うんですけども、うん、もう飽きさせないように、まあ、祭事ですね、なんか催し物をちょっと毎月計画して、毎月ね、
やってます。その季節その季節でいろんなことが、ね、いろんなお祭りがあったりするな、はいはい、あとまあ朝はあのラジオ体操からスタートするっていうふうにもやってます。はい、でも季節ごとのイベントとかがあったりすると、うん、四季も感じて、そうですね、月日の流れも同じ生活でもやっぱ感じますよね。そうですね、はい、親しみも湧くよね。そうですね、そういうことで館内が明るかったりさ、はい、なんかそういう雰囲気が変わってくる。やっぱりイベントやると変わりますよね。そうですね、もうみんな生き生きして、ねうん、どっちが職員だか分かんないぐらい晴れ着てやってますね。もう率先してね、はい、率先してはい、そこでそういう、うん、なんていうのかな、自分の場だとか、はい、見つけられるんだよね、うん、楽しいもんね、うん、やっぱり食べ物とかも工夫されてたりするんですか。そうですね、うん、食べ物に関してはあの基本的にその栄養士さんが作った食事なんですけども、はい、うん、健康食なんですけれども、うん、やっぱりあのしょっぱいものだったり、例えば地域柄すじことかですね、うん、そういうの好きなんですね。すじこね、そういうしょっぱいものとかですね、はい、好きなんですね。なので、まあ、盆正月とか、うん、そういうイベントの時はちょっと工夫したり、うん、あと、まあ、あの自分で好きなのを、外に食べていくとか、うん、そういうこともできます。あ、いいんですか。いいです、断りだけ入れて。断り、そうですね。ほんで行けば。行けばいいですね。はい。それは自由で。そうですね。じゃあご家族の方々が、うん、誘いに来て。はい、そうですね。で一緒にね。そうです。親族と一緒に行くみたいな。はい、あとまあ頼まれれば私どもも同じく対応しますので。うん、連れて行く？そうですね。例えば回転寿司が食べたいとか。あ、そういうのあるんですか。連れて行きますよ。へえ、はい。そうです。はい、すごい近い距離で。接してらっしゃるんですね。そうですね、はい、たまには一緒に横になって食べなきゃいけなくなっちゃうね。そこに座って食べてとかって言われちゃうんですよね。そうですね、はい、続いて気になるのは地方の介護事情。施設や人材の確保など現在抱えている課題とは。やっぱりあの地方だと施設自体の数が少ないですよ。少ないですか。そうですね、都市部だとやはり人口に対してそれなりの施設はあると思うんですけども、うんうん、今はあの契約入居に関しても契約になってますね。措置ではなくて契約っていうな、うん、っていうふうになってますので、うん、まあ、自分で選べるわけですよね。あ、都市部であれば、まあ、たくさんあるので、はい、まあ、選ぶ選択肢がたくさんあるわけですね、はい、でもあの私たち田舎の方だと少ないので、はいはい、どうしたってそんな数はないわけですね、うん、なので、まあ、あのたらい回しにならないように、うん、なんとかうちの方でできる限り、うん、お世話させていただきたいとは思ってました。はあ、はい、なるほどね、はい、でも190名の入居者様がいらっしゃって、でやっぱり私のイメージですけど、都市部より地方の方が若い方ってやっぱ少ないのかなって思うので、はい、そういう190名の方を、うん、東京ですら人材不足足りないよって言われてるのにケアしていくのってすごい大変なんじゃないのかなって。そうですね、はい、うちの会社はまずさっき言った介護職が約90名ぐらいいるんですけど、うん、まあ、介護職の方が190名、職員90名、90名、2人に1人っていうぐらいの、ね、そうですね、はい、まあ、おかげさまでみんな頑張ってやってくれてるので、うんうん、はい、それがすごい助かりますね、うん、はい、なんで90名集まる、その地域でそういう介護職の養成育成とか、うん、そういうあれがあるんですかね。90名ってなかなかすごいですよね。おられないと思うんですけど、あ、まあ、地域というか、まあ、専門学校があったり何があったりっていう、もともとそのヘルパーの講習とかありますので、はい、うん、ヘルパーの資格がないと、うん、原則はできないので、うん、それはそんなにハードルが高いものではなくて、講習に出れば、うん、あ、そうですか、はい、もらえるっていうやつですね。結構そこを目指してくれる人もいるってことですよね。そうですね、はい、90名おられるのかな、はい、4,5 年前までは結構人気やったんですね。たくさん人が入ってヘルパーの、はい、あー、そうですか。ここ数年ちょっと人材不足で、以前入った方が辞めずに頑張ってくれてるっていうので、そういう人数をキープしてますね。あー、はい、それは俺勘違いしてた、うん、なるほどなるほど、うん、はい、サンライズさんでは介護事業以外にもさまざまな取り組みを行っているところでしたんですけども、はい、あ、はいはい、その一つがですね、うん、知的障害者とか、うん、精神を患っている方のグループホームをやってます、うん、現在10名ほど入居者さん、はい、利用者さんいまして、はい、うちの施設から、まあ、働きに行ったり、うん、あと、まあ、デイサービスというか、まあ、お風呂入ったり、うん、ちょっと体を動かしたり、
そういうのを言ったりしてますね。まあ、知的障害者の方もイメージ的にはあの会社の寮みたいな感じで出かけて夜帰ってきてご飯食べて、あとまあなんかねあの相談があったら、まあ、寮長さんではないですけど、ちょっと相談してあの解決するみたいな感じのもやってます。自立になるんですかね。そうですね、そうですね、まあ、本来であれば、はい、例えばその精神疾患ある方が、はい、退院してそのまま地域、うん、例えばアパートを借りて住むっていうのがまずあるんですけれども、はい、そうではなくて、うん、うちの施設でも一旦ちょっとワンクッション置いて その自立のための訓練っていうんですか、訓練でね、はい、ですね、そういうこともやってます、うん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 、はい、まあ、体験型っていう、はい、実際に職場に出るわけだからね、うんうん、でもそのワンクッションになってあげれるっていうことですよね。青森の地で多くの高齢者や障害を持つ人たちの生活を支える株式会社サンライズ。介護者やその家族から届く感謝の言葉が所長の滝内をはじめスタッフたちの活力となっているようだ。やはりあのご自宅にいるときはやっぱりあのちょっと塞ぎ込んでたと、うん、はい、やっぱりあのご家族が介護しててやっぱり遠慮もあると思うんですね、同じ家族でも、はい、そう、そうですね。でも結局皆さんあの家にいたいっていう気持ちが一番ありますよね。そうですね、感じました、なんですけれども、まあ、うちの施設に来ていただいて、まあ、さっき の, あのイベントじゃないですけど、こう鉢巻き巻いて、職員以上にあの頑張ってる姿を見ていただいてですね、本当にここに入れてよかったと、ここに入れて正解だったわって言ってもらったのがすごく嬉しいですね。元気になっちゃうわけですね。そうですね、周りにもお友達もできるし、はい、そうですね、はいはい、日常生活が変わるわけだな。家の中だとあの当たり前のように決まってきちゃいますもんね、その存在感がね、そういったところ出ることによってまた自分が発信できるっていうか、自分自身に戻れるっていうかね、そうですね、まあ、その家族への遠慮もね、なくなって、より生き生きと、はい、離れることでね、逆にね、自分らしく、生活もできるんじゃないかなと思いますけど、はい、だからもう地域で愛されるそうですね、そういう施設になるわけだね、やっぱり規模を考えても、先ほどいろんなイベントに参加されてるという話をお伺いしても、はい、きっと地域で一番、そうですね、一番、まあ、常にやっぱり目指してますけどね、やっぱりもっともっと、まあ、これでいいことは当然ないので、ちょっと質の、ね、向上っていうのはあの常に心がけてます、はい。いやこうなんて言うんでしょう、勝手なイメージですけど、昔は特によく聞く話ですと、施設に入れるイコール家族がサボってるみたいに見られる過去があったって。ただ私も地方出身なので、そういう傾向が未だ残ってるようなところもあるのかななんて思ったりするんですけど、なんか今日お話をお伺いしていろいろ解消される部分本当にあるなと、ご本人もきっとご家族も、そうですね、はい、からぜひ悩んでる方は一度 ね, そうですね、お話を聞きにでもまず、はい、だと思うな、やはりあのヘルパーもねいろいろ勉強してますし、研修とか出て、やっぱり接し方とかね、あの、まあ、プロお金もらってますので、プロだと思うので、やはりそういう人に預けた方がよりお互いのためなんじゃないかなと思うんですよね、利用者さんもご家族も、家族にも余裕ができる、はい、そうですね、もっと本当に愛せるようになると思う、わかる、はい、最後になりますが、滝内さんの格言をお伺いできればと思います、格言はですね、あの元の水にあらず、元の水にあらず、あの鴨の町名の北条記ってあるじゃないですか、はいはい、あの行く川の流れは絶えずしてってやつですね、常に、あの利用者さんってあのやっぱりあの体も弱っていったり、体も心もやっぱ常に変わるんですよね。まあ、そんなあのしょっちゅう変わるわけじゃないですけど、時間をかけてゆっくり変わりますので、そういったあの変化をあの見逃さないようにちょっと支援介護していきたいなっていうので、はい、ね、僕らも間違いなくその道にお世話になる日が来ると思いますけども、現時点でもその先々でもよろしく今後よろしくお願いします。お待ちしてます。お待ちしております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。
お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。不動産を購入し家賃収入を得ることを目的とする不動産投資、本当に安定した家賃収入を得ることができるのか。これが不動産投資を考えている人の率直な感想だ。さらに物件の管理、入居者とのやり取り、家賃滞納時の対応などさまざまな手続きに追われるイメージがあり、あまり気が進まない人も多いだろう。そんな中、多くの不動産購入者の悩みや不安を解消する不動産のスペシャリストがここにいる。株式会社ディップス代表取締役松田雅美。松田が代表を務める株式会社ディップスでは、綿密な情報収集、分析、調査を行い、土地開発から分譲、賃貸や建物の管理まで一貫して行っている。今回はお客に最高の商品を低価格かつ最高のサービスを添えて提供していくことをモットーとする松田雅美をスタジオに招き話を聞いた。起業されたのはいつ頃ですか？1999年ですね。はい、何かきっかけがあったんですか？はい、やはり同業者にいまして、うん、当時はやはり短期売買を目的とした物件が多くてですね、あまりよろしくない物件も非常に多かったもんですから、自分で長期に収益が取れるようなちゃんとした物件を出したくて、そしてそれに関わるお客さんに対してのサービスを充実もっとできるんじゃないかということで思ってですね、それで独立しました。いや、僕なんか知らないと分からないけど、短期売買で非常によろしくない物件ってあるんですか？あまり物件のこの質が良くない物件がですね、当時はやっぱり横行してました。今は非常にグレードも上がってまして、はい、ファミリータイプと遜色ないぐらいのグレードになってますね。バブルの時ってあったじゃないですか、はい、あの時は経験されてますか？そうですね、平成2年、1990年にこの業界に入ってますんで、あ、経験最後にあれかな、入った時にはもうピークですね。あー、ピークですか。はい、あの頃はやっぱり何が何だかわからないけども、その物件がやたら出てきましたよね。そうですね。その時もよろしくない物件ってあるんですか、やっぱり？そういう時ありましたね。その時を経験されてる。そうですね。なるほどな、はい、そうなんだよね。業界の水準は相当上がってますね、その頃から比べますと。あ、そうですか、はい、あ、それは我々にとっていいことですよね。はい、そうですね。そうな、はい、ディップスでは建物や賃貸管理に加え不動産開発にも力を入れている。そのあたりを聞いてみると、ディップスさんが開発されている不動産投資の、うん、まあ、物件にはどんな特徴がありますか？23区内の駅から10分以内しかやらないということが一つで、あとは 1K から 1LDK に特化して、やってます。で、大体女性が多いもんですから、うん、入居者、うん、ほとんど、まあ、7割以上が働く女性というのが多いんで、その女性の目線に合わせてお風呂を大きくしたりですね、通常よりも、と収納を大きくしたりっていうところがやっぱり違います。駅前の近くだから一番領土がそういうところが多いんですかね、その大きさが。そうです、そうです、はい、投資効率がやっぱり一番いいということですね。投資効率が一番いい、はい、そうだ。3LDK とかを貸してしまうと なかなかない、出ていった時の内装代とかもお金かかってしまうので、あ、はい、そう、投資効率としてはやっぱり 1K1LDK が一番いいという結論に至って10分以内、はい、そうですね。あそこまで結論がそれが出て、はい、もうそれを重点にされてるわけですね。はい、ここで同業者と一線を画すリップスの特徴3つのポイントを松田自身の口から語ってもらった。これは常々ですね、はい、会社案内にもそうですし、お客様にもお伝えしていることなんですが、うん、こだわりは3つありますと言ってます、はい、まあ、1つは先ほどから何度も申し上げてますが、うん、この23区の徒歩10分、駅10分以内以外は絶対にやらないと、うん、これはポリシーとしてやってます、はい、これ以外をやった方が儲かることはあるんですが、うん、後々の20年30年後の賃貸を考えると、もうここに限定をしようということでやってます、うん、はい、あとこだわりの2つ目としまして、開発と賃貸、販売賃貸管理といいますが、うん、
これあの全て、私どもの事業でですね、自社で全て完結させるというところがこだわりです。あのやはり同業他社さんですと販売しかやらない会社とか開発しかやらないとかあるんですが、やっぱり全てをやることによってスケールメリットが出るのと将来対応ができますので、それでこれを、はい、自社で全部やるということを創業当時から目指してやります。それはこっちの責任だとかあっちの責任じゃなくて全部自分たちでワンストップでやるね、はい、やるという、はい、もう一つ先ほど申し上げました賃貸管理業から始めたと言いましたが、うん、それで培ったノウハウでこの35年間家賃保証をして、さらに入れ替えの時の内装をちょっとやるんですが、これも所有者様に負担させないで私どもで、ね、全て負担をして、やるということが、これ多分業界初だと思うんですが、これやっております。35年家賃保証、はい、オーナーいいな、うん、そうですよね、これに対応できるような物件を出さざるを得ないというか出したいということで、うん、まあ、こういう全てがなってるわけですね。いやでもこれだけこだわりがあると物件開発の時も大変なんじゃないですか。物件一番大変なのはやはりこれに対応できる物件を見つけてくることなんですけど、うん、月に大体 4,50 件私物件を見て回ってますね。で年間にすると500件ぐらいは多分物件を見て、現場でね、はい、行きますが、買えて物になるのは、うん、せいぜい年間6から8棟ぐらいですので、ほとんどが無駄かどうか分かりませんが、うん、買えないという状況です。例えば見て分かるんですか？見て何が感じられるんですか？それまで、うん、それは企業秘密か、何かこう、物はダメだなとは。直感が一番だと思いますね。あ、はい、やっぱ直感ですか、はい、ずっと今まで直感でやってきたの、はい、大事だと思います、ね、やっぱりそれですか、はい、かみさんがなんかいろんなこと言ってても最後に見に行かなきゃいけない立場なんですよ、はい、あ、ここでいいじゃねえかっていう時と、うん、いやこれ何かが来るんですよね、はい、どっから日のもんだとか調べたくなるようなところが、うん、やっぱりそういうことってありますかね。そういうことあります、あります、当然、はい、それね、専門職でプロフェッショナルだから、うん、はい、物件全部見ないとですね、これ見ないで買うと大変なことになりますんで、全て見て回って、うん、いろいろ考えて買います。それ聞きたいね、うん、直感です。はい、わかりました。それは伝えませんよ、直感ですからね。なるほどね、素晴らしいな。今日ちなみに後ろに本もお持ちいただきましたが、うん、これは、はい、マンション経営成功バイブルって、はい、松田さんがお書きになった、はい、そうなんです、はい、その保険は本当に必要ですかってすげえ気になる。あれがこれはいらないんじゃないのかっていう。マンション経営はこの保険とかですね、はい、年金対策と比較すると非常に持ちやすい、はい、利回りがいいものになるんですね。あ、で保険をいっぱい入ってらっしゃる方いらっしゃるんですが、うん、そんなに保険入るんだったらマンションの方が効率いいよということが書かれている本でございます。あ、そういう、はい、へー、なるほど。12月から発売をされますので。あ、そうですか、はい、こちらの本が、はい、ぜひお読みください、うん、保険って言うけどね、こういうの持ってたのがイコール保険だよっていう、うん、そっちの方がいいんじゃないの、割がいいんじゃないのっていうことですよ。掛け金で追われてますから ね、なるほどなるほど。さらに株式会社ディップスは海外にも事業を展開している。アジアを中心にセミナーを行い、日本の物件の良さ、不動産投資のメリットを伝えているのだ。海外にですね、うん、海外の非居住者の方が今、うん、日本の不動産を非常に欲しがっている方が多いですから、うん、円安の効果とかオリンピックの効果で、はい、中国の方々とかいっぱい来られて、もう素晴らしいですよ、はい、今伸びだが、はい、そうなんですね。で台湾、香港、シンガポール、こちらでセミナーを開催しまして、うん、それで集客をして、こっちの不動産を買ってもらうと。向こうの言葉でですか、通訳入れながら、はい、こういうの入れながら、はい、やってんすか、はい、中国人スタッフもおりますので。いやほら、だから日本はやってんだ、しっかりするところ頑張ってね。そうですか。そういう国から見ますと、やっぱり日本はまだまだもう安いということで、はい、やはり先ほど申し上げました台湾、香港、シンガポールっていうのは大体日本の2倍しますんで、不動産が。そうですか、はい、僕はシンガポールしか行ったことないんだけど、はい、狭い地域だから上にこう建てるしかなくてっていう、その物件の数って言ったらすごいですけど、はい、あれ高いっすよね。高いです。
びっくりするぐらい高いです。びっくりするぐらい高いですよ。車1台でもそんなの走れないから、車持ってる人に税金から1台から高いですもんね、はい、そうすると日本はまだまだこれ安いみたいな形で、はい、そうなんですね。投資家からするともうよしかったみたいな、はい、オリンピックもあるし、セーフティーな安全な国だし、確かにそうですね。不動産購入者を全面的にバックアップし、最適なサービスを提供している株式会社ディップス。不動産事業を行っている中で代表の松田正美が心がけていることとは。私は常に思うのは、やっぱりオールウィンという発想を社内でもよく言ってるんですが、オールウィン、はい、私どもだけが偏って利益をこう取ってしまうと、うん、やはり長続きしないと思うんですね、うん、その先ほどの家賃保証にしても、はいはい、私どもも言いますし、買っていただいたオーナーさんもいらっしゃいますし、うん、入居者もいらっしゃいますし、入居される方も、あとそこにローンをつける融資をする銀行さんもいらっしゃいますんで、やはり長期的にいい物件を管理して長期安定させて収益を取れるようにすることがですね、まあ、皆さんが喜ぶことだと思いますので、利益を偏らないようにして皆さんに還元をするということで、そこをやっぱりいつも思ってやってます。でも自分だけよし儲けてやるっていうふうになるじゃないですか、本来はね、はいはい、でもどこかでそれを感じた時があったんでしょうね、どこかで代表もね、先ほどの家賃保証、35年間家賃保証してますが、別にそれはそれをやって赤字になるわけじゃなくて、そこでも私ども利益を当然いただいてますので、うん、それは適正な利益だと私ども思ってますが、はい、それをしっかりとした取りすぎないで、うん、取らなすぎてもですね、長続きしませんので、うん、そうですよね、はい、仕事としてね、はい、その見極めとバランスが多分素晴らしいんだね、そこが肝心だと思います。大事なんですよね、一つの戦術だけにこだわるんじゃなくて、うん、そっちもなんていうのかな、臨機応変にっていうところがやっぱり必要なんだ、はい、そうじゃないとうまくいかないんだな。最後になりますが、松田さんの格言をお願いします、はいはい、木はてっぺんから枯れるというのが私は好きで、常々それを思ってやってます、うん、はい、木はてっぺんから枯れる、はいはい、会社とか企業に置き換えますと、てっぺんというのは私になるんですけど、はい、社長さん、はい、私が怠けてしまうとですね、現場に出ないでやってますと、大体その会社っておかしくなっていきますので、常に私が率先して動いていくということで、その木はてっぺんから借りるというのを常々考えてやってます、はい、それを見習いたいと思いますね、はい、今後ますますのご活躍期待しております。ありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。サラリーマンは人脈作りに関心のない人が多い。人脈の爆発的パワーに気がついていないのです。しかしそれは自分をサラリーマンという枠の中に押しとどめる結果になってしまいます。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、図解人脈力の作り方、資金ゼロから大金持ちになる。この本を書いたのは内田正明さん。資金ゼロからの人脈だけを頼りに起業、そして上場を狙うベンチャー企業の成功の秘密など、これから成功したいと思う方必見の一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来年。